皆さんこんにちは、エムズスキーサロンの吉田正弘です。今回はですね、ダブルストックというバリエーショントレーニングを活用して、スムーズな切り替えとバランスの良いポジションを確立していきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。ダブルストック、その名のごとくですね、2本のストックを同時につくだけですね。本来であればきっかけをつかむために外側のストックをね、こうやってこうつくことあると思うんですけれども、今回はあえてですね、2本のストックを切り替えのタイミングで同時につく、2本のストックを切り替えのタイミングで同時につくということを繰り返していただくとですね、切り替えがスムーズになってポジションが整ってきますよというお話なんですけれども、まずですね、早速ダブルストックを活用して滑っているところをですね、皆さんにご覧いただければなと思います。はい、体が回らないようにダブルストック、体が回らないようにダブルストック、山側に重心が残りすぎないように、重心が残りすぎないようにストックをスムーズに2本同時にですね、かつ同じ量ついていただければと思います。このダブルストックをつく意味なんですけれども、通常ですね、外側のストックだけをこのようにこうついていくと思います。そうすると前のターンの勢いプラスですね、このハンドワークの影響で体が回る、もしくは腰が回るという動きにこうつながりやすいんですね。なので2本のストックをついていただくことによって、外側の手だけが前に出るのではなくて内側の手も前に出るので、この上体のブレが非常にこう少なくなるということですね。よって切り替えの部分でスムーズに次のターンにこう入っていくことができるというのがまず一つ挙げられます。そしてもう一つとしてはですね、この山側内側のストックが寝たまんま、このようにこう下がったままだと重心というのは山側に残りやすいんですね。なのであえてダブルストックをつきに行くことで、この寝ていた山側のストックが一度こう起きてきますね。そこでわずかながらですね、重心の移動が働いて次のターンにスムーズに入っていくことができると、おおよそですね、この体腰が回るというのを防ぐ、そして山側に重心が残るのを防ぐ、この2つをですね、目的にダブルストック活用していただければと思います。はい、ということで今回はですね、シンプルなバリエーショントレーニングなんですけれども、1本のストックできっかけをつかんでいくのではなくて、ダブルストックですね、2本のストックを同時にこう使っていくことで上体のブレ、そして山側に重心が残るというのを防いでですね、スムーズな切り替えを生み出してみました。ぜひですね、皆さんも参考にしてみてください。高評価のボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。サロンネクストのテーマはネクスト式スキーメソッドということで、はい、今ですね、このように斜面にまっすぐ立っている状態ですね。でスキー操作の基本はですね、体の下から外側に開いていく、はい、多分大型通るんで、はい、来週はい。